ちは。おはようございます。ちょっとおはようございます。なびかれておりますが、風に一応お名前いいですか？あ、ひめかです。ひめかさんです。どうもどうも。しかもなんとここはもう宮下公園、わかる？わからへん、今どこおるんかわからへん。もう渋谷の大中心みたいな感じ。渋谷のとこ。渋谷です。渋谷います。今からどちらへ？いや、私大きな決断をしまして、はい、私の長い髪の毛バッサリいってしまおうかと思ってます。バッサリと、バッサリといきます。ひーひーです、本当に。ひーだね。いや、まあぶっちゃけ2年以上前からずっと切りたかったんですよ、ショートに。はいはいはい。でもやっぱりキャバクラのお仕事をしてたら毎日ヘアメイクもあったり、自分がやりたいことよりも自分が求められる自分でおろうっていうので、はいはいはい、まあなんかやりたい髪色とかも我慢したり、ショートカットも、まあ、姫のイメージに合わへんなと思って、自分がキャバ嬢としているうちは我慢しようと思ってたんですね。はい。まあ、でもやっぱこう一区切りつけて自分が今切り替わるタイミング、ここしかないと思って切るなら。いや、ぶっちゃけやっぱこんだけ頑張って伸ばしたし、そうだよね、切るんかと思いながらも、でもずっと切りたかったし、いつかは切るだろうからね。そう、いつかは切りたいやん、うん、でもやっぱ、ね、気持ちにも一区切りつけたんだったら、いろんな意味でこうバッサリと言ってしまおうかと。すげえ思ってます。そうそうそう、姫がそのショートカットが上手い人がいいなと思ってんけど、うん、そんなぶっちゃけ分からへんから、まあ、でも百瀬ちゃんずっと出会った時からショートやね、でうまいから、なんか誰かおらんみたいな。違うに当てるんです。で、まあ、一応百瀬ちゃんの方に今日紹介していただいて、ちょっと私もまさか姫ちゃんに美容室を紹介するとは思ってなくて、なぜか私も緊張という事態ですよ。これプレッシャーが美容師さんと同じぐらいのプレッシャーを感じております。うまいやんなとか。いや、まあ、うちは本当にそこでしかショートが切れないぐらい、カットといえばみたいな。まあまあ失敗してもね。いや、でも絶対似合うと思うよ。似合うかな。顔小さいし、エクステが大嫌いで、エクステだけはつけたくないんですよ。わかる。いやー、でも嬉しい。なんか自分の行ってる美容室にひめちゃんがいるっていうのも変な感じです。もう着きます。あの明かりの、明かりのところ、あそこにです。なんかいいな、渋谷でショートカットするって。いや、まあ、ショートって言っても2段階楽しみたいんで、まあ、1回肩ぐらい、そっから顎行ったろうかなっていう感じです。まあ、一旦今日は肩ぐらいのショートカット。じゃあもう入ります。できます。行ってきますか。うわ、緊張する。こんなに美容室で緊張することないよ。いや、え、撮っていいですよね、これ。すごいかな。急遽だったのにありがとうございます。みんな知ってます。嬉しいです。本当に切るんですか？いや、もうでもちょっとギリギリまで悩んでて、まだ安心を与えるために一段階のカットを得てから決断するかどうかが。いや、なんか結構切るもギリギリまで悩んで、予約を頼もうかなと思いながら何回もやめたりしてたやんね。いや、やっぱり行くって言ったら行かないってなったりしたのよ。検討するのもからの、じゃあまた後日すぐ来るんで。わかんない、今日その調子見て切っちゃうとか何かも本当あるから。結構あるから、もういいやって、うん、切るかって。え、どうですか、美容師さん的。はい、ちょっと今日もうほんまにそのまま来ちゃったんで。ちなみにもうこの美容室いつも行ってて、あの聞いて紹介したって流れは取ったんですけど、その稲口さんもじゃあ今回カットして。イケメン。お23になります。25なんで2個下です。じゃあちょっと今回稲持さん、稲持さん次第で今日どこまで切るかが決まります。え、似合う、どうですか、似合う。1回行った方がいいかな。まあ段階は私もいらないと思う。なんなんみんなって。楽しみたいや、ちょっとこの長さを。なんかあんまりさ、ここってなんかわかんないですよね。あ、そうそう、なんかやっぱ切ったんだみたいな。ほんまに言ってる。うん、絶対似合ってて可愛い状態にしてくれるなら怒られない。確かに何の確認もしないでいいね。あ、確認とかいいんだ一応。いや、知らんけど。一回いい段階踏むか。で、その様子見て。違う、切れんもんね、別に。うん。え、私は似合う顔ですか、ショートが。絶対似合います。
本当ですか。絶対似合う顔です。似合わなかったら止めてください。今でもえ、いやめっちゃ可愛いじゃん。百瀬ちゃんの今髪型さめっちゃ可愛いね。そしてあげる髪ボサボサなんだけど今大丈夫さ。え、ほら可愛い。これぐらいならいいんじゃない。だってこれショートっていうかボブぐらい。ショートやん。なんかもう着る準備してたんで、こっからさブリーチしたんですよ。あ、もうここ着るつもりやったんでね。イエーイ。これぐらいにしましょう。こういう感じ。1ヶ月着てないのにこの状態確かに綺麗。浜辺さん、あ、ちょっと長い、うん、ちょっとミディアムボブみたいな。ここじゃなくて伸びた時。カラーは軽くするとしたらどんな。何色でもいいですよ、そこ任せる。あんまこだわりない。切りましょうか。行きましょう。やばい。一気に切る方がいい気がする、なんとなく。あ、そのさ、一回 この今日の中で段階を踏むとして、後日ってすると、これなんかここら辺行きます？うんうん。これなんかさ、髪の毛さ、寄付とかできひんの？寄付？なんかあげるやつ、なんでしたっけ？ヘアドネーション。あ、そうそうです。30センチあげる。30センチってどれぐらいやろ？でも結構いかない。一気に切んなきゃいけないんじゃない？一気にこの辺まで行く場合じゃない？だったらいけない。足りひん。ここじゃ足りひんのか。足りひんな。そうだ。え、いけるかな、心配、怖い。え、絶対大丈夫。あの、フンとかには絶対ならんて。逆にさ、もうそっちが良すぎちゃって、もう東京に毎回めっちゃ来て、めっちゃなす。行ってください。一回一段階行ってみるか。お願いします。お願いします。え、シャンプーしますか最近。多分一応使うか分かんないけど。いや、いい、なんか意外といいよ。大丈夫、かわいい。かわいい、かわいい。そうなんです、な、内側、中に草あります。よくわかりますね。お、信頼がどんどん上がっていってます。どんどん信頼上がっていってます。いい感じです。だから、ショートにしたら癖って大変なんですよ。アイロンをやっぱちょっとやらないと。ポワってなる、うん。今はさ、ロングやから、重さでバレんかった。私もでもそっちタイプじゃないですか。だからでも外ハネだと楽。そのこのボアを生かしてボアからの外みたいな。前髪に何回も伸ばそうと思ってもさ、邪魔すぎて何回も切っちゃうっていう。まあそうだよね。一番嫌な時間があるよね。この辺とかね。うお、ついについに。ドキ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 。あ、やばい。美容室ってこんな緊張するもんなんや。あれ、いつも関西で切ってる。はい、関西で切るっていうか、ごめん、枝毛とかキシャキシャ切ってこないんで。長さはもうほぼ切らないって感じ。はい、ずっと伸ばせるんで。でもなんかやっぱ傷んでたら勝手に切れていくじゃないですか。かこれ以上あんまり伸びなくても。今もちょっと切れてる。はい、ブリーチしたんで切れてます。目の線切るより緊張するな。そりゃそうですよね。当たり前に。まあまあまあ当たり前にそりゃそうですよ、まあ、伸びるんで。で、まずここまで伸びてるっていうのもでかい。えぇ、あ、なるほどね、あり。切る。どこが切っていい。あ、ついに行き過ぎかも。行き過ぎ。これ危ない危ない、怖い。これぐらいですね、はい、これぐらいで行きます。めっちゃいい切れ味。結構さらっといくね。結構さらっといっちゃうね。なんかあんま迷いとか躊躇なくいくね。俺の髪、なんか髪ってやっぱ落ちたら汚く見えるな。見といて。あ、結構切っちゃった。でも、まあ、怖い。絶対ショート似合うねこれ。動いてなんか寂しいな。結構行ったね。でも確かに思ったより行った、ね、しかも濡れてるからさ、怖いってもっと上がるやん。でまだ言ってもショートじゃない。
癖つけてたりしないですね。そしては絶対つけたくないんですか。嫌いなんです。そうなんだ。遠くなくないですか。間違いない。洗うのもしんどいし、乾かすのもしんどいし、ヘアメイクもしんどいし、嫌い。だからさ、ギャルってすごくない？マジすごくない？手入れとか。こんな爪で、こんな癖つけて、うん、いや、本当に思う。どうやって絡むし、仕事してるの。ひなちゃんとかもでも、ドレスの撮影はつけてって言われる。そうなの。そう、ドレスあっちが。シュガーの時に？そう。でも、そのつけてって、めっちゃあるよ、その撮影。それまでに毎回つけてる。え、マジ？ひなちゃんは、素直？3年ぐらい、もっと前ですか、うん、でもずっと怖い人来てへんって言ってたもん。知ってない。でも怖い、なんかショートを他で決めてるのは失敗した時の恐れが。え、でももうこの感じからもう似合ってるよ、この長さは。まず一旦、うん、いい。どう、鏡見た感じ的に。まあまあまあ。やばいじゃん。今中高大一貫校やねんな、だから受験とかがなくてそのままいけるわけ、うん、でもまあ中学の時に結構こう大変な子やったから、うん、今4回ぐらい定額になって中学の時に、でもう高校に上がらさへんみたいな言われて、でもなんか成績だけは良くて、その満たされてるからさ、どうしてもお願いしますみたいな、もうショートにしてこいって言われてえーと思って、それぐらいの覚悟があるんやったらあげたるわみたいな。マジで？そう言われて、めっちゃ嫌味な先生やってんや。なんかその制服よく似合ってるね、いつもできるか知らんけどみたいな、腹立つわと思って、で、あのショートでも似合うことを見せつけたろうと思ってショートにしたら。どうだったの？その時は似合ったけど、まあやっぱさ、でも10年も前やから今と顔違う。10年も前だもんね。まあ絶対今の方が似合うでしょ。おお、いいじゃん。なんか幼くなる。え、マジ？逆に？うん。これからもでもさ、ヘアメイの頻度が多いじゃん。まあね。だからなんか。どれくらいするか。うん。え、色どうします？お任せします。え、てかどうすんの？何が？長さ。結構満足してるけど。結構満足してた。大事そういかなくて。あー、そのパターン。そのパターン。これを一回楽しんで。まあ、その考えならね。って言ってねえし。ぶっちゃけ、もうここまで来たら姫もちょっと切りたくはなってね、今。あ、そうなの。まあ、確かになるよな。なってる。しかも、絶対似合うんだよね。いいけど、さ。ちょ、見たい。この長さ、楽しみたい。いや、この長さ、いや、この長さの楽しみ。じゃあ、いいかな。編集長がスタジオ借りてくれたらいいよ。え、スタジオ借りればいいの？うん、スタジオ借りたら切るわ。スタジオ借りてもカメラマンぶっちゅうやん。これは普通に可愛いです。てかこれでもまあ一応本当に切ったっていう感じは出るけど、ショートも気になっちゃってはいるよね。いいけどね、せっかくこういうの切ってるから。え、私本当に似合いますか？絶対ですか？本当ですか？似合わなかった、泣いちゃう。ミディアムにした段階のちょっと信頼度はどうですか？ミディアムって結構もう結構短いよね。まあ、でもいい感じだなって感じてます。この長さ一旦いい感じだなって、まあ、いい感じだなってぶっちゃけ思ってます。もうじゃあ行くんで絶対可愛くしてください。なんかいきなりやる気出てる。プレッシャープレッシャー。でもやっぱそっちが専門なんですよね。すごくない？それよし、似合うでしょ。似合う。うちにとってこれ長い方だし、これぐらい絶対似合うよ。顔ちっちゃいし。煽るよね。煽るすごい。でもこれで当分誰かバレなさそう、変装したら。まあ、うん。東京普通にいたらさ、どんな感じなの？やっぱもうバレ。でも気づいてはいいけど、別に声かけられたら嬉しい。うん。そんなに。まあ、確かに声はかけないかも。お願いします。姫のあの亀の髪あか頭の形に合わせてください。後ろのあれが気になるんですよね。そう。でもそれ気になってるとだって短い方がグッとします。逆に？
あやたちも知らないってことだよね。でも姫マジでギリギリ決めたからずっと悩んでて、でもやっぱやめた、うん、でもやっぱ切りたい、やめた、切りたいの繰り返しやって、そう、それに結構ついてくの結構必死だったよ。すいません、私の決断が心の準備がなかなか追いつかない。多分今日行きそうです。あ、何日に行きそうです。まあね、それぐらい大きいことだからね。まあ、今まではやっぱり求められる自分でおろうって思ってたけど、ここから自分の好きな自分になれるんで。まあ、あと究極伸びるからね、髪は。もう一生ショートっていうわけではないからね。それはそう、うん、1年あればこれぐらいになるし、ね、うん。あ、でももうなんか良さげ雰囲気出てる、良さげな。姫前が変わってないかわからない。まだ確かにね、がっつりいったらインパクトあるしね。この長さには2ヶ月ぐらいになってそうです。姫伸びる早いんですよ、めっちゃ、うん。うん、やっぱさ、うちも色めっちゃ変えるからさ、傷んでるところ切ったり、髪の量多いからすいたり、うん、伸ばしてるときは来なかったですよね。伸ばしてたらぶっちゃけさ、黒髪でロングやったらさ、うん、2、3ヶ月今度もいいのか。じゃあただ伸ばしたね。後ろだけ見ると確かにもう結構切ろうって思った日に切るの分かるわ。分かる？私めっちゃそのタイプですよね、うん、明日とか今日みたいな感じのあれですよね。もうこれは短いじゃん。やばい。もうなんかもういいな、うん、もういいじゃん。ね、絶対切った方が良かったよ、うんうん、絶対切る正解。ミリアムよりなんかもういい感じだもん、濡れてるまだ状態で。え、うちも姫ちゃんと自分が同じ長さのものが新鮮。間違いない、間違いない。そんな時期はなかった。お風呂マジ楽だよ、それは最高、マジそれが最高。とりあえず今日それを堪能してほしい。もうだって可愛いやん。え、ちょっとさ、実際さ、ちょっとこの顔は多分いい感じの反応ですね。結構似合う？めっちゃ似合う。自分でも納得いってる時の表情じゃないですか、こちら。3年間見てきてるんで分かりますよ。結構納得いってる時の表情っぽいです。良い感出ちゃってますね。多分もうこれ姫ちゃんショート人生始まるよ。人生始まるよ。ショート人生始まってきちゃうね。めっちゃいいじゃん。似合ってますか、うん、結構マジでいい。やっぱ恥ずかしい、違いなかったんですよ。やっぱ煽っただけありましたわ。超似合う。めっちゃいいじゃん。嬉しい。ヒヨもめっちゃ気に入ったね、うん、なんかガチ気に入ってる感じの表情がわかる。気に入りました。めっちゃそろそろ心配してたから、もうショートの人生じゃない、多分ショートの人生、ショートの人生歩んでいっちゃいます。歩んでいっちゃう系ですね。でも本当ありがとうございました。ほんまに気に入った、大満足です。私はい、じゃあなんかショートにした感想とかさせてもらっていいですか。もう念願のショートでめっちゃ待ってる。嬉しい、スッキリした。気持ちもスッキリしたし、いいね、うん、これでドライヤー最高。海外も行きやすくなって、じゃあちょっとショート仲間になったということで嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。マジで気に入った。全然ありがとうございます。これからショートの私をお届けします。じゃあこのチャンネルを見てくれた方、見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。みんなでショートにしましょう。しましょう。バイバーイ。